さあ皆さんの質問にお答えコーナーということでございまして、今回はシントトライデンということでございますね。はい、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上マンでございます。ノーミルク佐藤です。というわけで皆さんにコミュニティ欄にいただいた質問、まずはラムシさんからです。いつも楽しく拝見しています。拝聴しています。素朴な疑問です。シントトライデンは現地のサッカーファンにとってどのような位置づけのチームでしょうか。例えば J でいうマリノスや鹿島のような昔からの高校なのか、あるいは大分や仙台など地方のクラブで力があるチームなのか。日本人選手が多く在籍するチームですが、次のシーズンこのチームに移籍しそう、このチームで見てみたい選手は誰ですか。文章力が乏しく申し訳ございません。以上2点をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、うん。まあ全体的に今質問をここでいただいてる中だと、はい、やっぱりその2つ目でいただいた質問、うん、次のシーズンこのチームに移籍しそうとか、このチームシントトライデンで見てみたい選手は誰、うん、っていうのが全体的に多かったので、はい、あとで後半でも他にはウィルフリード・ボニーさんとか含めて何人か、はい、似たような質問がありますが、これ先にいろいろと お答えさせていただければと思います、はいはい。ウィルフリード・ボニーから質問来てますよ。そうなんですよ。遠くから見てくれてるんですね。本人じゃないですね。僕ね、うん、ユーザー名で一個面白いのが、パコ走らせるっていうのがいるんです。歩かせるじゃなくてね。なるほど。いつも見て笑ってしまうんですけど、ね、うん、はい、ありがとうございます、うん。ということでですね、シントトロイデンって現地のサッカーファンにとってどのような位置づけのチームかなんですけど、ね、うん、正直日本だと表せないと思います。おう、そうですか。まず一つ言うとですね、タイトルちゃんと取ってはないんじゃない、特に最近とかだと。歴史は古いんですか。そうですね、ただ、うん、結構運営母体が変わってきてる、はいはい、例えばちょっと野球の方がこれ分かりやすいから言うんですけど、うん、太陽、横浜だって言っても、太陽ホエールズなのか、DeNA なのかで全然違うじゃないですか。そうですね。そんな感じで、シントトロイデンいわゆる日本が率いるようになってからって、うん、まだ1年ぐらいですね。もうオーナーが日本ってことなんですか、日本人。そうです、元FC東京の、うん、あ、もちろん今あれだ、DMM が持ってたりするんですけど、うん、トップやってるのが元FC東京の立石さんがやってたりするんで、うん、昔と今ではちょっと違うのと、なるほど、あと何が主に違うかって言われたら、うん、外国籍枠の考え方の違いが大きすぎて、はい、はいはい、なんで日本だと例えづらいというか、うん、5人とかじゃないんですよ、向こうでできるの、うん、もうベルギーは何人でもいいんですよね。いいんです、逆にベルギー人がいればいいんです。あ、いればいなきゃいけないのはあるんだ。そう、うん、ただいればいいんです、一人でも。そう、うん、それぐらいスタメンに、いや、メンバーの。ああ、そうですか。っていうことなので、ほうほうほう、まあ、育成リーグとして開放してるってことでしょ、要はね。そうなんですよ、はい、なのであんまりちょっと日本だと例えづらいというのが正直、まあ例えられないでしょ、そういう特別なチームってことだよね、要はね、はい、シントトロイデン、その日本枠みたいのがあって。そうですね、なんか気になるのは、誰かも言ってましたけど、それ現地のファンは応援してくれてるんですか、それをっていうのは。あ、もうそういうステップアップリーグだってことをそもそも理解してるんで、トロイデン氏は、はい、トロイデンの皆さんは、はい、ああそう、もう全然うわーみたいな感じになってる。なるほどなるほど。でむしろちょっと今年は順位引き上げたりだとかもあったので、そうか、やるやんジャパニーズっていう感じになってるみたいですね、うん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 、どうやらです。どっちかって言ったらあれみたいです、サンウルブスみたいな感じですね、ラグビーのね。あー、感覚言ったらそれが一番近いかもですね。日本で分かりやすく言うと日本代表みたいな、その実、ね、そうですね、それがリーグに入ってるみたいな、はい、でもいいですよね、こういうリーグがあってもいいですよね。そうですね、まあ、うん、ちょっとなかなかその日本人からしたら分かりづらい感覚あるかもしれないですけど、はい、まあそんな感じになってますよ。ヨーロッパも地続きでね、近いですから。そうなんですよね、トップリーグがね君臨してますから、4大5大リーグがね、うん、こういうリーグがあっても面白いですもんね。はい、で、うん、2つ目なんですけど、はい、まあ、次のシーズンこのチームに移籍しそうみたいな話ですが、はいはい、一応ね、僕その思想みたいな、うん、その噂みたいな話は正直するつもりが全くないんですよ、うん、なんで確定的な情報っぽいなと思うものしか言う気はないんですけど、うん、はい、まあ、今なんかオファーがあるよとか、これすでにどっかの動画でもすでに答えたからなんですが、うん、冨安選手、遠藤航選手に関してはすでになんかオファーがあるみたいですと、はい、で冨安選手に関してはプレミアの可能性があるという感じ。若くしてですね、いいですね。そうなんですよ。そして、まあ、関根選手と鎌田大地選手は2人ともレンタルで来てるので、うん、そもそもレンタル元に帰りそうというところがあるみたいです、はい、で来年それこそこのチームで見てみたい選手って感じで考えると、うん、まあ、明確に言えば僕は2人います。お、浅野拓磨、井出口洋介。あ、ちょうどいいですね。なんかね、やっぱ出場機会が今最も大事な気がしますね。そうなんです、2人ともそれこそ浅野選手に関してはもう
もう見受け先がどこにもない状態になってしまってるので、合わせるとしても早く売り飛ばしたいみたいな考え方になってるようなので、でとはいえいわゆる日本には戻ってくるつもりはないから、うん、ってなると一ついいのはシント・トロイデンなのかなと、うん、で同じく井出口洋介選手も同じ状況、うん、であのガンバに帰るつもりはないと発言を今のところしているので、ただもろもろ考え方が変わったらガンバの可能性もあるのかなと思ってますけど、うん、だったらまあヨーロッパでとなったら一回ここをワンクッション挟んでもいいんじゃないのかなと僕は思いますね。やっぱりレベル的にもやっぱヨーロッパだから高いし、うん、ベルギー人もいっぱいいるわけじゃない、いろんな国の選手がいるリーグだから日本でやってるよりはいいんです ね。ヨーロッパの風土にもなれるというか、はい、レベルはね。なんでちょうど関根選手いなくなって足早い選手、うん、そして浅野選手、うん、で遠藤航選手がいなくなることによってそこのボランチポジションも空くから井出口選手とできたらいいんじゃないのかなと思いますね。なるほどですね。なんか日本人として集まって遊んじゃうんじゃないかなみたいなね、まあ、東京に行かせる親みたいな気持ちですけど予備校に入れるね、友達と行ったら遊んで勉強してんじゃないかなみたいな。まあでも別にそれでも僕はいいと思うんですよ。フィットしやすいって意味ではね、無駄なストレスなく向こうのサッカーできる方がいいか。他のチームとちょっと違うのが、うん、はい、あのこのシントトレーで少なくとも今年の場合ですけど、まあこういすいません、今年の場合だったらあの鹿島に結局レンタルされた小池選手含めてはマックス6人の時期があったわけで、うんうんうん、しかもそのうちの3人から4人がスタメンで出てる状況だと、はあはあ、日本人で一緒に固まるって悪いことじゃなくて、うん、だって同じスタメンの選手なんだからコミュニケーション取るっていう意味では結構大事になってくるんですよ、うん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 、であと逆に例えば板倉選手堂安選手のことも例えば、うん、マーさんも最初心配されてたじゃないですか、はいはい、でまだ板倉選手出れてないけど、うん、そもそも一番最初だったら僕はある程度日本人サポートあってもいいんじゃないかと思うんですよ。だって急に全く見知らぬところに来てでそっから頑張るよって思うかもしれないけどやっぱりそれ不安だよ、うん、だって田舎からまず東京に来ることだって結構不安な部分って人によってはあるわけだから、ね、ね、うん、サッカーに集中できる環境だったらいいですね。そう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 、うん、でそのために例えば引っ越しのこととか、はい、地元の町のことを教えてもらうとか、ね、行きつけの例えばお店をね何店か知ってもらうとかのところで 2,3 ヶ月ある程度はそのいわゆる補助輪があるっていうのはむしろ大事なことなんじゃないのかなと僕は思います、ね、はい、ここで梅干し買えんだみたいなことですね。分かんないもん、分かんないよね。3ヶ月ぐらいやってやっと見つけて、あ、買っときゃよかったみたいになりますもんね。はい、はい、じゃあヒロさんいきます。たくみさん、はい、日本人以外でステップアップ間違いなしの選手紹介、あの〇〇選手も元シントトロイデンだった。何これ質問じゃないし、いや質問ですよ、うん、あの日本人選手以外で、はい、もうあの ここからこのシントトロイデンからステップアップしていきそうな人を教えてほしいってことですね、要はね、はいはい、で考えると例えば、うん、まあ、カマラ選手、カマダじゃなくてカマラ選手かな、うん、とかがいたりだとか、うん、ちょっとね、例えばちょっと待ってくださいね、あ、こっちからいきます、すいません、フォワードの、ジョルダン・ボタカ選手かな、はい、今25歳、もう今年26になる選手になったりするんですけ ど、まあ、彼とかだったらありえるのかなとちょっと思ったりはしますね。まあ戻るとしたら、まあリーズとか、そこはもともといたりしたんですけど、そこら辺に戻るとか、もしくはベルギーからオランダっていうのがどういうステップアップか分かんないですけど、そういう可能性だったらありえるのかなとかっていうのがありますね、はい、ただにしても今年はそれにしてももう誰よりも富安なので、うん、ベルギーとしての関心事は、うん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 、シントトレーデンじゃないですよ、うん、ベルギーリーグとしての関心事の一つが富安なので、どこに行くかというのがね、ああそう、富安と、あと他にあのトロサールとかいろいろいるんですけど、うん、ベルギーリーグのスターなんだね、じゃね、そうなんです、うん、なのでそっちになるのかなと思います。なるほど、はい、で次ヒロさんいつも楽しく見させてもらってます。シントトライデンにおける関根選手の評価と役割について知りたいです。また関根選手個人の話になってしまいますが、彼がこの先5大リーグのストップアップするために必要なことは知りたいですということですね。先生の意見はどうですか。難しい、うん、全体的に関根選手に関してはまだ難しいんです、うん、何が難しいか、まず出てない。あ、シントトロイデン出てないんですか。あのシントトロイデンではちょっと出ましたけど、もともとインゴルシュタットにいて、はい、なかなか出れず、うん、今回このシントトロイデンにやってきたというのがありました、うん、でただそのシントトロイデンで、はい、あのこの 2018-19 シーズンが始まる直前での、うん、いわゆるキャンプ、うん、大活躍だったんですよ。ほうほうほう。
へー。でさあシーズン臨むぞって時に怪我したんですよ、はい、ああそうだったんですね。でそれで怪我して戻ってきたけど、まあうん、その時にはウェルカマダがいてとか、うん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 、結構みんないてしまって、あそっか、ちょっと途中控えベンチになってやっと、うん、やっと年変わるぐらい出れたのかなってのがあったんですけど、いわゆるチームの波に乗れなかったんですね結局。だから関根選手が海外でフルシーズン通して試合に出てる状態をまだ見れてないんですよ我々は。で、そうか、我々が見れてないってことはそれ以上にチーム関係者だってこいつは怪我なしフルシーズンできるのかってことすら分かんない状態なので、まずはどこのチームでも僕はいいと思うんですけど、フルシーズン出れる状態になってからの話だと思いますね。なるほどですね、はい、はい、分かりました。 KI さん続きましてありがとうございます、うん、遠藤航は新トトロイデン加入後過去ワールドカップ後に急成長を遂げた印象があります。日本代表でもアジアカップでは毎試合、試合出場時間試合出場時無失点を記録したなど欠かせない存在となっています。成長の要因をお伺いしたいです。やはり海外でのプレーはある程度のリーグレベル以上なら選手の技術やメンタルに大きな影響を及ぼすのでしょうかということですね。まあそうでしょうね、はい、でただ、うん、まあ、富安選手がすごすぎるっていうのもありますが、うん、別に実は遠藤航選手ってベルギーではほとんど何も報じられてないんですよ。報じられてない、うん、そうなの、マイナーなの、うん、マイナーっすね。メジャーじゃないって言い方の方が正しい。富安選手はもうブレイクしてる感じなんでしょ。大ブレイク。新トトロイデンで遠藤選手出てんじゃないんですか。出てます。だよね。あ、でもそんなに目立ってない。でもいわゆる例えば、うん、J リーグでも仮にいわゆるフルタイム出場した選手でも誰この人って一般の方が思う人って結構いるじゃないですか、まあそうですね、と同じで遠藤選手に関してはそんなに報じられてることはありません、うん、小沢さんだってことも知られてないんですか。多分あんまり知られてないと思いますね。むしろだからもう関じゃない、ごめんなさい、鎌田、富安がもう新トトロイデンの中だ、うん、それはポジション的なものもありますかね。やっぱちょっと黒子的なというか、そんなにこう花形でファッと目立つようなプレイヤー、そうですね、プレースタイルでもないということですか、うん、しかも、うん、なんで特に鎌田をフランクフルトに戻ることがほぼ確実で、うん、しかも富安選手はそのプレミアだから、いわゆる大幅ステップアップになるじゃないですか。なるほど。でそれで考えると、うん、まあ、報じる側 の、 そのメディアとしても、うん、まあ、扱いやすさはニュース性がありますもんね。そうですね、別格なところはあるんじゃないのかなと、はいはいはい、ただ彼にとってはもともと海外志向もあったっていうところもあるじゃないですか、渡辺選手に関して言えば、はい、であとは一回その湘南っていうのを経験しながら浦和に行ってっていうことも経験してるし、うん、でたくさんの国際試合も経験してるところがあるから、うんうん、であとは海外 の、 そのいろんな屈強なフォワードたちともやり合うことによって分かってきたものはいろいろあるんじゃないのかなってすごく思いますね、うん、なるほどですね、はい、ありがとうございます。続きまして、ミンフンさん、はい、今後選手だけでなく日本人監督も欧州へのステップアップのために新トトロイデンから世界に出ていったら面白いかななんて思うんですが、現状は監督となると難しいでしょうかと。どういうことですかねこれね。難しいですね、うん、単純に言えば指導者で海外でやるのってやっぱ難しい。難しいですね、うん、というか言葉の問題とかですか、はい、結局あ難しいというより簡単じゃないって言い方も多分ただ選手やってて実績を持ってそのまま向こうに、まあ、ヨーロッパ半分ヨーロッパ人みたいなスタイルで居続ける分にはイメージできますけどね、うん、そうですね。長谷部なんかそういうパターンでしょ多分ね、はい、この後ね、ちょうど先ほど違うかな、なんだっけ、うん、井戸端かなんかで僕らもちょっと話してたんですけど、はいはい、やっとその J リーグ自体が変わってきたんだよ、うん、そもそも、はい、J リーグで日本人監督たちがちゃんと戦えるようになってきた。じゃあその日本人監督ってじゃあ戦えるようになったのはなぜか、うん、J リーグ日本代表の経験者たちが今監督をやれるようになってきた、はい、だから日本で最高の経験をしてきた方々がようやっと J リーグの特に J1 の舞台で監督できるようになってきたんです、はい、逆に言うとそこまでなんですよまだ、うんうんうん、でもしこの先じゃ誰かありうるとすれば、うん、海外経験者組とかなんですよ、うん、なってくると長谷部、うん、宮本、うん、藤田、うん、川口、うん、この辺りがやっと次の世代になる、うん、あと阿部勇樹とかもそうですか、うん、なんで彼らだったらまだあり得るかもしれない、うん、ですね。ただだけどじゃあ長谷川健太監督とか、うん、もしくは風間彌弘監督とか日本で行ったらもう彼らがもうトップクラスじゃないですか、うん、はい、
でも彼らがじゃあ世界でやり合えるかって言われたら、じゃあ彼らレベルは世界にはやっぱりゴロゴロしてるよと。まずそのリストに入ってないのかもしれないですよね。入ってないですね、選ばれる時にね、あの日本の監督っていうのはまだね入ってないです。だというかそもそも知られてないですね。で特にあの大岩剛監督とかになってくると、あのクラブワールドカップとかにも、はい、そうですね、出てるから、まだ名前として知られてるし実績があるっていうふうに見られる、はい、まあ、その大岩さんを中国とかタイとかそういうところにから招こうっていうのは分かりますけどね、あんまり欧州でっていうのはなかなか、どうやったらそうなっていけんですかね。だからまず欧州で名前知られてないとまず無理です、選手自体。まず長谷部みたいに実績を出して、その後例えばフランクフルトのユースの監督ぐらいから始めて実績を積んでいくくらいしかないわけですね。ないですね、なんで FIFA の、 あの大学院に行った宮本さんだとか、はいはい、もしくはあのフェンロでもコーチ経験のあるダトリーズにも行った藤田さん、今はまあ日本代表系の仕事やってますけど、とかでやっと、やっと可能性があるぐらい。なるほど。だ次はもうヨーロッパの舞台で経験、長く経験した方なので、もう長谷部誠、まあ、もうまだ現役ですけど、もちろん吉田麻也などとか、それこそ冨安、遠藤航、この辺りがやっと可能性があること。だから2050年ぐらいまであればいいんじゃないですか。なるほどね、まあ、向こうに監督としていくというよりも、こっちのレベルが向こうを超えてこっちの監督の方が偉いんだってなる方がいいですけどね。まあ面白いですね、そうなったらね、クラブワールドカップ優勝とかね、なったら面白いですね。そうですね、はい、はい、以上というわけで、ヒットトロイデンについての質問とありますかという先生のね、呼びかけに対して答えていただいた皆さんのね、のお答えをご紹介させていただきましたということで、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ライデミルクサッカーアカデミーは毎朝やっております。ぜひねチャンネル登録お願いします。ライブ配信は月曜日の9時、そして、ライブもね6月2日に生ライブを大塚東京で開催いたします。ぜひ来てくださいね。チャンネル登録、そしてツイッターもやっております。先生ありがとうございました。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。さようなら。